じゃね、部屋をね、今片付けとるんやけど、なかなか終わらんし、ちょっと冬服をもう出さないけんしね。で、ちょっと T シャツとかがもうものすごい出てきたね。で、結構さ、その、もう直さないけんし、で、冬服出さないけんしね。ちょっとこう、片付け、T シャツの思い出みたいなのね、ちょっとこう、え、冬に着らんやつとかあるしね、それをちょっとこう、なんとなく喋りながら今日やっていこうなんだね。これ FTC だから、俺あんまブランドもん買わんないけど、これは多分アメリカで買ったやつかも。結構着てたね。で、なんかこういう俺普通のシンプルなロゴ入った人は結構好きで、うん、これ結構来たね。で、これ実はさ、日本でその全く同じやつのベビーがあったの。それの赤と黄色みたいなの買ったけん、結構来たね、オソロで。これはね、オールドネイビーのポケットやつ。これはちょっと冬でもちょっと着れるというか、あの柄なしのやつだけどね。もうタイダイ、これパジャマでよく着てるし、日本プロレスのやつ。これのショーツとかパンツはちょっとまだやない、100やろ。これ結構良かったかもね。もういいや。でもユニクロのエアリズムで、たまたま言ったら500円やったね。なんか買った。うん、まあまあ来た。なんか俺やっぱ職員やけん、ちょっとあんまこう T シャツで行くってよりも、ちょっとやっぱ襟がついたやつでよく行ってたかな。で、やっぱ使い回すと、なんやけんけね。これかっきり出る。ポートランドで買った、あのやつ。うん、ポートランド、オレゴン。色いいよね。こんなのがね、なんかすごいいっぱいある気がする。で、もうこれはちょっとさすがにもう、冬は着らん。これもいい、うん、これは着るな。これね、すごいちょっと思い出あるわ。言ったら、これどこ行ったんかな、俺。なんかとりあえずか、あ、じゃあ、あれやん、ネスタリゾートか。で、アンリマイリア風邪ひいて、最後の最後でゲロ吐いたんや、このジェスに。で、そう、もうこれを、もうしぶしぶ、360円 GU で買ったという。これ俺誰かにあげようかね。ちょっとこれプレゼントでプール持ってこ。これももう多分今年だけなんけど、一応の AET のステッロゴをもうつけてる、うん、これはもう気に入ってるね。どんどん入れていこうかな。あ、これもね、手作りのやつだね。無印で買ったんやけど、OUH スイムって、もう、なんちゅうの、刺繍してもらった。これもね、思い出があるけど、もう、冬はいいやろ。これ、タイダイ。これがおそらく今シーズン最大の大きな買い物かな。スケートボード、スターズ、フラワーズ。なんか、かっこいいじゃん、これ、バーシティ。の書体でやってます。で、これがなんとね、部員のね、アイカと、が同じの持っとって、なんかちょっとまあ、合わせるじゃないけど、まあ、うん、かっこいいじゃん。で、購入した。多分6000くらいした気がするな。なんか無理やり買ったね。これは、アメリカで買ったノースフェイス。これはまあ、ウェイト用としてちょっとまあ、取っとこうね。これは、なんやろ。ポケティか。こんな水色のもたまに、うん、着る。これでもアメリカで買ったやつかな。多分10ドルも1000買った気がする。あー、これも今年買ったかも。ノーコーヒー。グローバルワークスとのダブルネームか。なんとなく洗顔用に行ったら、売ってた。これも高かったかもしれない、今までな。で、これすごいな、そう。これチャリー、とかま、夜光るね、光あったら。で、結構、でもなんか丈が長くて短くて、
あんまり好きじゃない。あ、これ。姫井さんにもろた、浪商レスリングのポロ。これはちょっともうちょい切らなきゃね。これは、何やこれ。あ、これもヘビーローテーションしたもん、職員で。何やね、ユニクロやったんか。ユニクロのポロ。まあ、もう、着なやろ。これは、あ、テクニックス。これもよう着たね。特に DJ 松永が世界中の時に、なんとなく出して着てみたし、音楽イベントとかでやっぱこれ着ると、結構目立つ。でももう、来年まで、おそらく。これもでも、5、6年前のやつかな。結構昔のやつだと思う。FTC。これも FTC サンフランシスコで購入したね。このポケティはもうちょい着ようかな。白やとね、いろんなもん忘れるし、AET のね、ロゴ入り。これはアメリカンアパレルの、シューズ。これもパサの時に買ったやつだね。これはちょっとまだ、気に入れるけんね。AT。これ結構初代クラシックロゴ。あと俺は書かんでつけとるけど。これ切らんな。パサ。これも切らん。これ気に入ってる。これもオークランドネーションズ。これはどこで買ってたんかな？でも本当オークランドで買ったやつだね。もうオークランドでめっちゃ治安があるんよ。そんな中の、なんかこう、ショップ。オークランドで一応全米2位らしいけどね、治安の悪さは。1位はね、デトロイトらしい。あ、これもう切らんけど、まあ、来たね。これなんか一回も来てないから、今年は。ちょっとレゲエチックな感じだし。一応ね、ノースフェイスパープルレベル。で、2色同時に買った。多分ね、6000、1枚7000、8000くらいでこう、冷たいの、ヒヤッとする素材なのけど、これ、そう、堀江店の舞ちゃんがいた時に、がっつり割引して、買ったやつ。けど、もう、切らんな。これはね、まあ、卒業生やね。ミチルとかの代の、選手らが、くれたやつ。これも数回来たけど、ちょっと今年の、冬はもう、切らんわ。闘魂。これも、そうなんだろう、ヴィンテージのバカかもね。なんかこう、猪木酒場に行った時とかに、結構思い出に買う。だけどね、思い出でよく買うって T シャツ。なんか俺そういうことよくやってるかもね。これもベスタックスの T シャツ。これもね、多分ロサンゼルスのベスタックスの店で、T シャツくれよ。ノベルティなんかくれやってたらくれと。これ今年めっちゃ来た。J. クルーか。この間のアメリカ、スタンフォード行った時に J. クルーで買った。これもね、10ドルくらいで、ポケティで。なんか俺ね、この、網がさ、粗いやつ。あんま太いボーダーで好きじゃなくて、かっこいいじゃん。切らんな。もうオークランド。で、オークランド、そう、によく行ったかもね。こういう T シャツが欲しくて。これまだ着るな。肌触りいいし。ちょっとこうシャツの下とかにね、着れるやん。これもね、昔よう着たわ。インテリジェスタコーヒー。これロサンゼルスのコーヒーやね。そう考えたらほんと、5、6年ものの T シャツを結構大事に着てる気がするわ。FTC。着らんな。もう AET がやっぱね、ちょっとこう、増え出したけどね。これもね、これ何ちゅうもやったかな。これでもほんと、フリーモントの、コーヒー屋の T シャツだね。なんかグレー多いね。というか薄い、グレーばっかり。フランク、これはね、高かった。6000後半くらいしたんじゃないかな。これもでも本当かなり、
6年前着らんな。ずっと着てないね。これはね、傭兵にもらったけど一回も着てないね。なんかこうビッチな女みたいな感じな意味だった気がするし、ちょっとこれはもう誰かあげようかね。誰か着てくれるな。これはちょっとブログ、Vlog とかの時に着ようかな。ちょっとボロボロになってるね、AT。いや、こういうのもあげよう。これも、あ、ロゴ入ってるわ。AT、ポケティ。持っとこう。チャイロの FTC。黒ロゴ。着やんな。ノースフェイス、これは親父もらったんかな、もう着らんとか言って。でもなんか結構毛玉ができるよね。あ、じゃこれ嫁さんがくれたんや、アウトレットでっつって。でもこれ毛玉できてる。でもこれ着心地がね、そんなに悪くないけんね。ちょっとこうシャツの下とかに着れるかなと思う。これもね、もう結構着まくってるね。もうちょっとボロボロやけど、また来年も、うん、これパープルレーベル、これはまあええかな。いや、もうあえて切らんとこ。これはグレーで AT か。やっぱこうグレー黒みたいな組み合わせはすごい映えるな。で、やっぱね、ボディがこうやってこう首が寄りにくいやつとかっていうのはいいね。で、これで俺安いやつを結構探してるのよ。だけどね、無印のボディは結構好き。これも OUHSM のポケティ。一番俺が好きな無印の、ボディ。無印で刺繍してもらうのは結構ね、いいね。新日本プロレス七分丈。ちょっともう今年はプロレスの試合行くかわからんし、うん、もういいやろ。なんかこうプロレスイベントティーってね、もうその時にしか着らん気もするし、ちょっとな。トライアスロンの T シャツ、実はね、うちの親父のスイミングでこうトライアスロンチームあったよね。ちょっとこのアシックスがハゲてんな。これもあげようか。これも AET。うん、ポケティ、コンティ、クロティ、ちょっと俺持ちすぎやね。これもね、ピーツコーヒーで買ったやつ。これめっちゃかっこない？ノーウィークコーヒー。まあ、弱いコーヒー、いらん、みたいなもん。後ろもね、ピーツコーヒーのロゴ。これも、形がいいね。なんかこう、筋肉がよく見えるというか、結構効いてた。グリーンのポケティ。これも多分もう10年もの。俺物に大事にしてんな、そう考えたら。あ、これも無印のボディの AT。 これは切らなきゃね。オリンピックトレーニングセンターコロラド、これのリッキーがお土産で買ってきてくれたね。これも着てないな。なんかでもちょっと思い出として持っとこうね。ちゅうわけでね、やっとここが綺麗だったわ。で、とりあえずまあ、ボックスに入れてるんやけど、もうちょっとパンパンにして、来年の夏まで。って感じやね。はい。以上、T シャツ、思い出。やっぱでもなんか、日本でもさ、イベントごとじゃ、なんちゅう、買うよね。あ、これももう、着らんわ。クロームの T シャツやけど、ちょっともういいわ。クロームの、これもね、なんかこう、クローム結構買ってしまってね、購入したわ。ボックスロゴじゃないけど、スクエアロゴ。高かった。あ、だいぶ消えなくて。よいしょ。さあ、もう少しで、ね、部屋が完成するよね。15分も撮ったね。ほら、だいぶ
スニーカーもまとまったし、そっちもいい感じやけどね。もうちょっとやな、ほんと。で、今、冬服も出して、もう一回このクローゼットを綺麗にして終わりと。以上。バイバイ、アディオス。